い、こういうところを切ってあげて、こういうね栄養が上に行くようにしてあげてから、こちらに。はい、皆さんこんにちは、奥さやのげんです。お久しぶりですね。1週間以上ぶりに動画撮りますけども、前回は確かバリカンで後頭部を買ってるという感じでしたが、今回はですね、ようやく外に出たということで、もうずっと雨やったんでね、もうなんかもう動画を撮る気もしなかったんですけど、畑ね行ってみたらね、すげえ変化があったんで、その様子を皆さんにお伝えしたいと思います。それから今回はなんとズッキーニが収穫できたんで、その様子も見せたいと思います。では始めましょう。はい、まずね、お見せしなきゃいけないのがブロッコリーでした。見てこの大きさ、めちゃめちゃでかくなってます。こんなだったもんね。ただし気になるところがあって、ちょっと虫食いがねあって、これが重要なところをやられてる可能性がちょっとあるんで、どうなんだろうね、また生えてくるのかな。というわけでちょっと心配なんで、ちょっと今虫を撃退するアイディアを考え中って感じです。あっちにもいます。ただね、大きさ自体はすごく大きくなってるし、ブロッコリーの葉っぱもね食べれなくはないでしょうから、このまま順調に育ってほしい。続いてはじゃがいもです。じゃがいもはもうね、安定した力をやっぱいつも誇ってますよ。見てこの数、そしてこの成長速度。ちょっとこう雨が降ってたなと思って目離した隙にこんな感じですからね、さぞかし地中でいっぱい、じゃがいもができてるんじゃないかなと思います。花こんな感じね。続きましてはナス。ナスもまあまあ順調に育ってるんじゃないだろう。こんな感じでね、あそこに実がなってるね。ちょっと見てみよう。うわ、ナスの花紫色で、こんな感じねなってますね。ナスいい感じ、いい感じ。トマトだよ。トマトも、だん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 伸びてきてます。あ、実もつけております。早いよね、苗から実ができるまで。こんな感じでできてますよ、もうすでに。であっちも同じように。でこれからね、収穫量を増やすために、このトマトが伸びてくる方向を斜め45度にしていきます。そうするとたくさん取れるということなん で支柱を並べていって、徐々にですね、この茎を45度に這わせていきます。さあ、ピーマンもご覧の通りだよ。早くないですか。これをね、七輪で炙って醤油を垂らすのが私は大好き。さあ、今回の目玉ズッキーニ様でございますが、はい、実がついております。こっちにもあるね。はい、おお、できてきてできてきて、こっちもできてる。次々にできてくんだよね、ズッキーニ。また増やさないと、これ食べまくるよ。これはガザニアの花を、植えております。畑のねすぐね道のところはですね、やっぱこうタバコのポイ捨てとかする人いるんだよね。それで、ね、作物育てられないので、こういう可愛い花があればね、タバコ捨てる気もちょっと失せるんじゃないかなっていう、そういうささやかな願い。どうでしょうか。結構ね、第一陣としてはまずまずの出来なんじゃないですかね。ズッキーニも大きく取れたし、なのでちょっと次はですね、第二陣でまたもう一個ね畝を作って、で種まきをして、でちょっとね時間差でまた作物を取れるようにしたいと思います。こうやって、植えたのはですね、バジルと、それからブロッコリーと、パクチーと、そしてチンゲンサイと、エンザイですね。結構俺が好きなエスニックの野菜にたちをですね中心に植えてみました。そんな感じで農作業に集中したら、もうすっかり、日が暮れてきちゃって、ただ明るいレンズのおかげでそんなに日が暮れてる感じ見えないかもしれないけど、もうね黄昏時な感じになってます。
そんな感じで、種がまたねできてくるのが楽しみなのでですね、また、引き続き農作業シリーズをやっていきたいと思います。それじゃあまたね。いやー、いい気分で買ったわ。